みなさん、おはこんばんちは。 YouTube 生命判断スガッティチャンネルのアシスタントとしてオープニングを担当しております、えけこちゃんです。今日もよろしくお願いいたします。こんだけスガッティチャンネルは見るだけで楽々生命判断を覚えられちゃうっていう動画なの。ご覧いただきましたら、いいねの高評価ボタンと必ず忘れずチャンネル登録もお願いします。占ってほしい有名人などのリクエストや生命判断に関するご意見やご感想、そしてえけこちゃんに関するご質問などもコメント欄にて受け付けております。占いのお申し込みは LINE でのみ受け付けておりますので、お電話でのお問い合わせは固くお断りしております。お電話はご遠慮ください。 LINE のお申し込み方法はこの画面の隅っこにある QR コードから LINE でのみ受け付けております。皆様からのご依頼をお待ちしております。今日のテーマはスガッティ門下生のゆりチャンネルさんからのリクエストによりまして、YouTuber としても大人気の女優の仲里依紗さんを占ってみたいと思います。最後までお付き合いください。それではスガッティにおつなぎしたいと思います。スガッティお願いします。こちらからは以上です。こんだけ。はい、えけこちゃんご紹介ありがとうございます。それではですね、今日は YouTube でも大人気の女優仲里依紗さんをですねテーマにお届けしてみたいと思います。まずはですね、リクエスト文を皆さんと一緒に読み返してみたいと思います。よいしょ。はい、こちらリクエストくださいましたのはゆりチャンネルさんですね。久しぶりにリクエスト。 YouTube で大人気仲里依紗さん、よろしくお願いいたします。旦那さんは確か中尾明義さん、お二人の大ファンです。お時間あるときぜひとのことで、はい、ゆりチャンネルさん、いつもスガッティチャンネルを盛り上げてくださってありがとうございます。今日はですね、ゆりチャンネルさんのリクエストにお答えして、この女優仲里依紗さんと、あと夫のね、この俳優中尾明義さんを占ってみたいと思います。最後までお付き合いください。はい、まずはこちら仲里依紗さんですね。ウィキペディアで調べましたら、本名のまま、芸名というかね、芸能活動されてるとのことなんで、このままの数字がですね、影響してると思います。するとどうでしょう？出ました。31画、彩色顕微数ですね。双角31画は、美しさと知性、頭の良さですね。それを兼ね備えた、容姿端麗、彩色顕微という意味合いを持つ、美しき才女の数字なんですね。美意識が高くて、とても美人が多い数字です。例えば他にも、この双角31画を持った女性有名人ですと、米倉涼子さんとか、安田美沙子さん、元刈谷結香ちゃん、浅田舞ちゃん、三船美香さん、元スピードの上原貴子さん、あと先日ね、自殺してしまいましたけれども、神田沙也加さんとか、その他吉高由里子さん、門脇麦ちゃん、高島彩さん、そして美のカリスマ、田中みな実さんもこの双角31画なんですね。スガッティも19年占いやっておりまして、で、占いの予約はね、この画面の隅っこにある QR コードから LINE でのみ受けたまわっているんですけれども、LINE でね、ほら、LINE で電話じゃなくて、LINE のトークメッセージでご予約していただくわけなんですが、だからお顔もね、声も聞かない段階で、ご予約を受けて、で、そのご予約受けた方がですね、数えてみると、双角31画だったりなんかしますとね、自然堂に来店してくださる、あ、今日31画の女性が来てくれるな、なんつって、とても美人さんにお会いできるのが楽しみなんですよ。大体美人なんですね。もう 95% 以上というか、いや、もっとかな。いや、うん、もっとだな。98% ぐらいは、まあ美人ですね、みんなね。はい。で、双角だけじゃなくて、こういうところに持ってても、大体美人なんですよ、31画持ってるとね。だから、女の子の名付けには、この31画、とても、おすすめでございます。しかもですね、仲里依紗さん、アイドル数の人気者13画を、この仕事運の位置に持っていたりとか、あとは、最強財運数24画。こちらもですね、合わせ持ってるんですね。超大吉数の2つ。それに加えて、双角が31画、彩色顕微数ですから、もう成功するべくして成功している。もう、これは、まあ、お父様が、どっか北欧のご出身じゃないや、ハーフ。で、仲里依紗さんがクォーターになるわけなんですよね。はい。だから、まあ、遺伝子的にもとっても恵まれているんですが、このように、数字を見ただけでも、この人はもう美人で、人気者で、輪の中心に立つような目立つ存在になるんだろうなっていうような、もう、見るからに数字の通りっていうようなね、天真爛漫な、仲里依紗さんなんですけれども、
ぱりね、ファインプレーだなと思うのは、この中っていうね、一文字名字、これ一文字名字だと大凶数を名乗ってしまう確率っていうのがすごく高くなっちゃうんですね。だから、まあ、ご覧いただいている皆さんの中にもですね、この一文字名字、他にもいっぱいありますよね。森さんとか、林さんとか、堤さんとか、原さんとかね、いろいろいると思うんですけれども、一文字名字の方、必ずね、これ男の子の場合も女の子の場合も、赤ちゃんの名付けの場合は、スガッティチャンネルに必ず命名のご依頼をください。あとは、やっぱりね、一文字名字なんですけど、私、みたいな場合、そういう場合はね、大体落とし穴持っちゃってるんですね。まあ、中リーサさんの場合で言うと、ここですね、19画、これが心変わりの水商売数なんですけれども、ただ、これ芸術肌の芸能数なんで、まあ、芸能人になるにはとても、まあ、向いてる数字なんですね。だから、人気者数とかね、財運数24画との組み合わせで、とてもね、芸能人には適しているんですが、一般人にはね、ちょっと19画はあまり、おすすめしないんですね。はい。このように、落とし穴、どっかに必ず、ほぼ必ず持ってしまうと思うんで、まあ自分のね、落とし穴が仕事運にあるのか、恋愛運にあるのか、金運にあるのか、その辺を知ることで回避することってできますんでね。だから、必ずね、一文字名字の方、早めにスガッティチャンネルに生命鑑定のご依頼、お持ち込みください。でね、そうなんだ。私、一文字名字だ。どうしよう。よし、ちょっと、まあ、スガッティチャンネルで5500円払うの嫌だから、無料生命判断サイトでやってみようなんつって、無料生命判断サイトだと、正しく、旧字体でね、きちんとプログラミングしてくれてない手抜きサイトばっかりだから、絶対後悔するんですよ。これ、赤ちゃんの名付けもそうよ。赤ちゃんの名付けを、こう、無料サイトとかでやっちゃうと、絶対後悔するし、後々、自分の名前が、大凶ネームで、親からね、名付けられたんだ、なんていうことを、お子さんが知ったら、多分、私だったら親を恨みます。なので、そういった間違いがあると良くないので、5500円ぐらいね、惜しまずに、スガッティチャンネルにお申し込みください。とはいえね、中リーサさん、これだけある、この数字の中にね、一箇所しか落とし穴持ってないっていうことで、とても見事にね、上手に命名されてるんじゃないかなと思うんで、おそらくお父さんお母さんは中リーサさんのお名前ね、きっと、まあ、画数を考慮して大切に名付けてくれたんじゃないかなと思います。そして人気者数13画でしょ？芸術芸能の19画、非常に芸能人に向いてるし、プラス、このね、メッセンジャー数25画まで持ってるんですね。これで、やっぱり芸能界もそうだし、あとほら今 YouTuber としてね、大活躍してるじゃないですか。そういった感じで何かを伝えるとかね、そういうメッセンジャーの数字なんで、YouTuber とっても適してると思います。そして人気もあるから、やっぱりチャンネル登録者数もね、素晴らしいですよね。羨ましいですよ。スガッティにその 0.5% でも分けてもらいたい。そして健康運についてなんですけれども、スガッティね、この画像の通り、先日っていうかまあ去年かな、テレビ番組の占ってもいいですかで、星ひとみ先生がね、占ってたんですけれども、それで、健康運についてお伝えしてたんですけれども、まあ、胃腸と脳っていう言い方してましたけれどもね、これはね、スガッティチャンネルでも同じことが言えますね。だから、まあ、星ひとみ先生とこの部分、胃腸と脳の部分はね、まあ、同じ結果ですね。まあ、胃腸についてはやっぱこの25、あと6、この辺の組み合わせでしょうかね。6、25。それと、脳ですね。13、24。この組み合わせがとても脳の血管とかの病気なんですね。やっぱり人よりも頭の回転が早いですから、こう、常に頭ぐる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 思考を回転させてるんですね。考えるっていうことは脳の血管を酷使するんで、やっぱりね、こう、頭の血管すっごい使ってるんですよ。普通の人よりも、じゅんじゅん脳血管が循環してますんで、だからちょっとね、脳を、休ませるような、リラックス、例えば森林浴とか、バードウォッチングとかね、そんな感じで、こう、心をリラックスさせるような趣味を持たれるといいんじゃないかなと思うんですね。ただね、なんかリーサさん、ご自分で動画のプラン立てて、撮影をして、編集をして、配信もするっていうね、全部一人でやってるそうなんで、やっぱ寝る間もないと思うんですよ。だから、なかなかね、そうやって、YouTuber 始めちゃうと、ほっとできる時間ってね、なかなかないんですけれどもね。でも、スガッティはね、最近、銭湯に行くようにしてます。銭湯で体を温めて、脳をね、休ませようとしてるんですよね。スガッティも23画で、脳血管系の健康運なんですよね。だから、ちょっとね、偏頭痛持ちだったりするんですけれども。そう、そんな感じでね、中リーサさんも健康運その辺かなと思います。それと、あと、旦那様もですね、見てみましょうか。中尾明義さんですね。スガッティチャンネルのコマーシャルは30秒以上見てください。ね、おしどり夫婦で美男美女で、優しそうなね、旦那さんで仲良さそうですよね。ところがですよ、まあ芸術芸能19画の、類友同士なんですね、この二人はね。だから芸能の場面で引き寄せ合うっていう関係性ですから、まあ芸能界で出会って結婚するっていうようなね、芸術芸能の19画の類友になってますよね。その他、この方もね、アイドル数15画を持っていたり、あとは独創性豊かなこの23画ですね。
こういったいい数字もあるんですけれども、やっぱりね、双角が頑固で融通性が効かず、言っても効かない分からずやす34角ですから、この方かなりこれでプライドが高くなっちゃって、意地っ張りでちょっとね、扱いにくい面倒なタイプなんじゃないかなと思うんですね。まあ見た目はね、このように、ほら、円満な数字持ってますから、本質的にはね、いい人なんでしょうけれども、やっぱね、この独創性の23角と34角、これが意固地数ですよね。この組み合わせによってね、やっぱり俺はお前らとは違うんだ的なね、こう人と違う自分を評価してほしいっていうような承認欲求が非常に強い人なんですね。まあ、内面的にはこのね、円満数を持ってますから、まあこのように滲み出るようなね、人との円満を望む性格が、まあ、滲み出てますけれども、やっぱね、深く、まあ、付き合えば付き合うほど、ちょっとこういうところが見え隠れして、とても扱いにくいタイプなんじゃないかなと思うんですね。しかも、まあ、結婚運、恋愛運の位置にはね、19角、これが心変わりの19角で、ちょっと感情のアップダウンが激しい、感情のコントロールができない数字なんですよね。で、中里依紗ちゃんもこの19角の類友ですから、19角、19角、感情と感情とがもう衝突し合う、もう理性で解決できない、とても離婚しやすい関係性なんです。で、この中尾さんの運勢をちょっと悪くしちゃってるのは、この、K の字、よし、秋吉の吉の字、これが小悪の根源なんですね。なので、これをですね、スガッティ、ちょい足しアレンジで、こちらの漢字に変えることをお勧めします。はい、中尾、秋吉。はい、こっちの吉です。これに変えることで、双角が七夕ラッキーボーイの32角になるんですね。その他、大事業数15角。そして、やんちゃな職人数17角と、そして、お殿様数21角という大吉数列になります。ご覧いただいている皆さんもですね、例えば、こう、生命判断してみた結果が、悪かったから私もう信じないとかじゃなくて、悪かったら悪かったなりにね、こうやってアレンジすると、大吉パワー身につけられますんで、スガッティにちょい足しアレンジご依頼して、大吉ネーム、味方につけちゃいましょう。皆様からのご依頼をお待ちしてますよ。そしてですね、結婚後の中里依紗さん、おそらく中里依紗さんがこちらの中尾の名字に変わったんじゃないかなと思うんですけれども、するとどうでしょう。ひゃーって言ってますが、そうなんですよ。双角がやたらと男女問題や痴話喧嘩が多いスキャンダラスな極道の妻数36角なんですね。そして内部分裂とか内輪揉め、親族間トラブルなんかが、まあ、ちょっと、見受けられる14、22のね、組み合わせ、そして36ですから、非常によろしくないこれ。この14角っていうのも感情をコントロールできない数字で、手が出ちゃう数字なんですよ。だから、ちょっと中尾リーサさんのままでいると、なんだろう、このね、ひゃーってこのちょっと感情がアップダウンしすぎて、その時にこらえらんなくなってくるんですね。そのこらえきれない感情を手で出しちゃうんです。物を投げたりとか、物で殴っちゃったりとかしてしまうような数字なので、ちょっとね、傷害事件でも起こしそうな感じの、ちょっと数列ですね。非常に危険です。で、旦那様との関係性を占う丸三番の外角はですね、すべての数字の中で最も愛情引き裂くパワーが最強の別れの象徴22角持っちゃってるんですね。だから、これで離婚せず円満家庭を築けている方がとても不思議なんです。ちなみに、お二人のですね、最も破局のパワーが強くなってしまうタイミングっていうのが、この後2年後ですね、2024から2025年の前半ぐらい、2024年から2025年、ここが特に要注意です。離婚しやすいタイミングってこと。だから、もし離婚したくなくてね、この家庭で幸せになっていきたいなって思うんだったら、まずは旦那様の大吉チャレンジですね。これを、してもらうことと、それと、やっぱりお子さんいらっしゃるようなんで、あれいる、いるんだっけな、あ、ごめん、わかんないわ。お子さんがもしね、いるなら、お名前のやっぱり見直しですね。で、もしね、代表ネームだった場合は、改名のアドバイス、スガッティの方からさせていただきますんで、中尾さん、そして中里依紗さん、ぜひ、スガッティチャンネルにですね、お申し込みください。ぜひ、YouTube なんかでも、コラボというか、この生命判断の、動画なんかもね、ぜひ、やらせていただけたらと思うんですけれども、ぜひ、中里依紗さん、よろしくお願いいたします。で、中里依紗さん的な対応としましてはですね、対処っていうかな、しましては、まあ、一般人で、このお名前、中尾里依紗を名乗り続けちゃうと、ちょっとよろしくないんですが、ほら、中里依紗さんさ、ご結婚されてからも、ずっとこの出生名のままご活躍されてるじゃないですか。これが正解です。だから、今後もですね、芸能活動、この旧姓というか、出生名の中里依紗のまま、これが素晴らしい数列なんで、もうこのままでいてほしいの。だから、まあ、そうすることで、本名が、この人を見て、どなたもね、中尾リーサっていうね、イメージがまだ湧かないですよね。
ほとんどの人が仲里依紗のイメージのままだと思うんですよ。姓名判断っていうのはこのようにイメージ力、つまり、すなわちは、言霊って言ってますけれども、その文字とか、字面のイメージ力がね、重要なんで、仲里依紗さんはこのお名前のままご活躍してくれれば大丈夫です。さあ、ご覧の皆様は家庭運大丈夫でしょうかね。ご家庭がね、不仲なことほどつまらない人生ってないですよ。何が満たされてようとも、家庭が満たされていないと全て台無しです。逆にね、家庭さえ円満で愛情深く、家族がね、仲良ければ、他の何が大変でも全然乗り越えられるじゃないですか。だから、家庭運ってとっても大事なんですよ。だから、ご覧の皆様からのご依頼もお待ちしております。そして、中尾明義さん、ぜひですね、こちらに大吉アレンジしていただけると、スガッティとても安心できます。はい、それでは今日は以上となります。皆様もですね、占ってほしい芸能人とかタレントさんとか女優さん俳優さんとかね、いらっしゃいましたら、このコメント欄の方にリクエストお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。まん延防止等重点措置の解除を受けまして、自然堂も2022年3月22日からですね、営業再開しまーす。とはいえ、当面は来店での対面占いは営業時間外でのみ受けたまわっております。営業時間外というのは引き続き10時から15時です。そして来店占いは予約制ですので、予約しないと朝の10時とかスガッティここにいないと思いますので、必ず対面占いの場合はですね、予約した上でご来店ください。予約方法は QR コードや、あとは動画の説明欄にですね、URL が貼り付けてありますので、そちらから LINE でのみ受けたまわっております。もちろんですね、高崎まで来らないっていうね、遠方の方につきましては、引き続き LINE 占いは、これ随時受付中ですので、どしどしお申し込みください。LINE 占いもお申し込みはこちらの LINE でのみ受けたまわっております。それでは皆様に会える日を楽しみにお待ちしております。占いのお申し込みの方もお待ちしておりますので、どしどしご依頼ください。今日は以上になります。こんだけー。Na na 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 na